はいどうも、まことチャンネルやで。今日は京都市内で手作りの焼き物体験ができるっちゅう紹介と、一丁旅動画言うとるんで、京都の北の端、日本三景の天の橋立でもこだわりで行ってきやした。何のこだわりか知らんけど、焼き物体験は翌日の予約やから、腹ごしらえと買い出しにエコバッグをおばさん持ちで腕に引っ掛けて駅を散策。その中身パンばっかりや、バラしたらあかんて。ほんで好物の服、やりたいだけやん、うん、これだけ取る。伊勢丹祭りどっせー、飯食ってったけど。そうそう、ホテルやからあんまり大きな声出したあかんで。これが焼き物体験の料金表。場所は泊まったホテルの1階で、割と開放的。早速体験開始。で、ちぎって大きい方は青いタオルに、巻いて。予約なしでも OK らしいんやけど、念のため予約はおすすめ。ちょっとうるさいけどごめんな。しばしアホ面見立ってくらはい。アホはこんなん好きやからな。おお、行くな。いい感じだな。で、余ったらこっち側はチキ。ぶつける子。嫁ちゃん、ほんまうまい。でか。え子供か。お兄さん上手ですね。お兄さん言うてもうたー。そうですね、いよいよ、外側ですね。外側のこの境目を消していきます。外側。お兄さん言うてもうたから言うて褒めるわけやないんやけど、この教えてくれた先生は、二十歳代でめっちゃ男前。ロクロよりかなりむずいな。え、ロクロよりは簡単ですよ、先生。え、前ね、ロクロやった。あ、やりました、うん、電動の方は絶対難しいですよ、あれ。なんかもう、ギュニャって変な感じで、リガンジャンで。ギュニャってなったけど。なりますよ。ほとんど先生がしたかな、あれ。はい、なるほど。あの、東山の方の。東山、はい。うん、向こう側で。え、簡単でした、ロクロ。うん、美味しい。あっちの方が簡単です、うん、めっちゃ若うて男前の先生なんやけど、ちょっとゲラ。ゲラってわかるかな。まあ明るうてよう笑うっちゅう人のこと。まあまあ、うん、上はこっち、これこれ、これはアジな。自分で言うな。どっか当たったもん。大丈夫よ。お、嫁ちゃん、さすがセンスある。縄文時代の土器か。余った土はどうされます？おまけで箸置きとか作らせてもらえるんやけど、ここで先生が不思議な行動に。それを合体させちゃう。これ疲れちゃう。これ厚みがないとまずいよ。ね、そういうこと。まあこれでどこまで行ったらいいですか。出来上がりを土台から切り離すとき、厚みがなかったらあかんのやって。ってな、あのロクロのやつは自分でした感がなかったもんな。と思います。職人さんが全部勝手にやっちゃうと思うんですけど、これはもう一通りもう、うん、ね、横から見て、ああ、ロクロ、ああ、言うて、おお、できてもらったみたいな。気づいたらできてる。うん。嫁ちゃんのおまけはグイ飲みかな。グイがどうなったの。そやな。カエルのベッドちゃうで、刺身用の醤油皿や。だいたいこういう体験言うたら気難しいんやけど、わちきみたいなふざけた人間でも全然楽しめたんで。梅小路京都西駅にひっついとって言うそう、うん、隣は鉄道博物館。ここはおすすめです。いやいや、おすすめどすえ。これ和三盆かな、なんかそんなこと言ったけど、めっちゃ甘い。仕事の後は京都なんで抹茶で一服。京都駅から車で1時間半走って京都の北の端で昼飯、海鮮丼とトンテ。天の橋立てまた覗き体験するにリフトで山頂に。傘さしよう。リフトの手傘さすんや。いいやないかい。
気温となりますので足を振らずお静かにお乗りください。足を振らずお静かにお乗りください。湧いちゃうで。気温となりますので足を振らずお乗りください。思いっきり沸騰し あっかん、ツボにはまってもうた。振りない、足を振らないって書いてあるで。サブ。すごい距離やな、これ。うん。ほい、安いやんな。しょうもないアトラクションより安いよ。コメントがしょうもないわ。やってみ。曲がらへんのちゃんな。どうな。全然わからん。そうやろ。怖い。やってみ。開けへんやん。あ、そう。え？全然わからへんわ。窓から覗いたら天と地が逆さまになってどうとかこうとか何回か聞いたけど、二人とももう一つ感動が。足つるな、ここが。やってみて。す、す、す、す。すとかより寒い。え、晴れとんのよ、寒い。何よ、それ晴れとんって。300円で、やってみて。え、え、あ、そうなん。あ、そうなん。えぇ、ー。ぐらい簡単に通るんやったら。俺もしよう。通らへんかったら嫌やからせえ。どういうことよ。あ、ここも歩くにくいわ。歩くにくい。歩きにくいよ。油断したらあれやな。あの見えるところも歩いて分かったんやけど、そんなに感動なかったな。そうなんかな。あれが通るときに上がるんやな。うん、まあ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 。さっぷ。それよか寒い。薄着しすぎたかな。日本三景言うたらやっぱ一番は宮島かな。ほんで松島。個人的な意見です。すんません。ここで動画終わっとくか思ったんやけど、この兄ちゃんの男性と女性に対する態度が微妙に違うんで、おもろいかなって。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。